弦は何使ってるの？エリクサーです。前まではダダリを使ってたんですけど、なんかエリクサーは持ちがいいって聞いてエリクサーに変えました。マジで絶対音感なのだって。いや、ちゃんとチューナー使ってました。エリクサーいいねだって。エリクサー、うん、いいといいってエリだしね。なんかさ、オベーションってさ、めっちゃさ、後ろがさ丸くてすべすべだからさ、めっちゃ滑るんですよね。見た目は可愛いけど、そこが難点。うん、そう、めっちゃここめっちゃツルツル滑る。そう、今日のメイク可愛いだって。今日ガチメイクだからね。そう、ガチメイクだから今日は。リサイタルで使ってたギターだね。だってオベーションめっちゃ軽いです。眉毛好きだって。え、眉毛さ、私めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃ思うんだけど、眉毛すごい綺麗。眉毛ね、描くのうまいかも。私マジでうまい。めっちゃ綺麗だって。口が毎一文字。ギター上手くなりたい。どうやったら上手くなりますかね。髪の毛自分でセットしたのなわけ。今日は収録だったので朝は。なのでこの髪型です。映画見てる時も触ってる。そうなんだ。よく練習してる。ストロークじゃなくて分散和音。あ、あれあれなんだっけ、あれね。めっちゃ眠い。なんか写し替えができないんですよ。なんかてか F むずいね。なんか F は別に出るんだけど、 F に行くまでの手ができない。弾いてるの？だって。で、弾きたいの。上手になりたいんです。習いたい。でもさ、なんか仕事不定期だからさリアル仕事不定期だからさ、習うって言ってもさ無理やん私。うん、そう、なんかさ、シフト制とかだったらさいけるけどさ、なんか不定期やんこれ。うん、しかも前日にさ変わったりするやん。だから無理なのよ。うん、まあ、習いたいけどね。習えたら。
時は一番最初は初回は先生に教えてもらった。でも2回目は教えてもらわなかったね。自己流。だからマジで自己流。忘れちゃったわ。頭を飲んでこのままじゃさ中々違う。忘れちゃった。青春って忘れちゃう。暴れまくってる情報熱。青春って忘れちゃう。あの日だけを汗かいてきた。ここサビぐらいしか弾けん。ちょっとねお家なので今お母さんもお父さんもいるからちょっと大きい声出したらあってエリー歌ってるってなるはずいんで。元カレです弾きたいな。ギターの音十分聞こえてるでしょ。え、そうなの？めっちゃはずいんだが。ゴーカップ。マジで防音室欲しい。だからだからだから。え、絶対違うでしょこれ。サイト。だから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 何々だからだか だからこんなとこで鉢合わせるなんてちょっと待ってか。こんなとこで鉢合わせるこんなとこで鉢合わせるなんてちょっと待ってか。なんかめちゃメキシカンだよね。私のストロこんなとこで鉢合わせるなんてちょっと待ってかんねー今だったのに、なんか違う。君の肩なれなれしく抱いてるのは誰だ元カノっていつまで返却手間が手話しないでもむずいわ。なんか簡単なのないかな。簡単なの元カレです弾きたい。違う。群れるのは好きじゃなかった。肩を寄せて生きるようで
かドブロック思い出しちゃうなんてもしかしてだけど、もしかしてだけど、難しいなギターって。どうやったら上手くなるんですかね。なんでだろう、なんでだろう、なぜがなんでだろう。ピック持って弾いてるだって、ピック持って弾いてない、うるさいからだって、夜だし。やっとお代理の配信来れた、だって。お、ギターを趣味にしたいんです。いけない、でもやっぱ ギターの弦変えた瞬間はめっちゃ弾きやすく感じるでもね、最近めっちゃ趣味で頑張って、めっちゃ指がなんか硬い、皮むけてきた、めっちゃ。カノエコさん見て勉強しようって、カノエコさん上手いからね、普通にマジで。まだまだかな、なんか F までに行けないんですよね。ちょっと滑る滑る、何
も意識するようになると一段うまく聞こえます。何だろう、いいって何。なんか私それも覚えなきゃいけないね。エゴを瞬時に抑えられるという自分に前、それな、それな。F さ、時々おならの音してるの何だって。ミスタッチです。R してるみたいな髪型。F が無理、一生できないかも。疲れた。お題の方は大丈夫です諦めないで。分かった、 F は無理だぞ。だってなんで抑えられるの？イラつくわマジで短期なんかそう自分にイラついちゃできないのができねえって思う。何楽器やってましたか？しのぶえ。ちゃんと抑えられないんです。おならが鳴っちゃう。待って、おなら。
おならならないように頑張る。最後いい風にされてもなんだって。チューニングが違くない？だってこれはあのカポしてるから、カポってあチューナーを落としちゃった。でもここに私はギターにチューナーがついてるんですよ。今日も左寄りいける3弦ぐらいが違うだって。焦らないのってきた。私早く弾きたくなっちゃうんですよ。なんでビューンとかなんですか。抑えられてないからってことですよね、経験者の皆さん。
ン側の弦はそんなに弾かなくて大丈夫です。でなんか私も弾こうと思って動かしてないんです。ないのかな。握力私ないのかな。最近握手会やってないから握力ないのかも。もしかしたら。でも弾き語りできる人ってかっこいいよね。でも絶対無理だと思う。うん。できない。もっとね、昔から練習しとけばよかった。やりたい時にはもう時間がない。いいかさ、ものの上手なやって、うん、確かに。なんでだろう弾いてみよう。だって待って、なんでだろうのタブあるかな。なんでだろう、あ出てきた。Yeah.
どれが正解だ。写真をみんなでみんなで撮って出来上がった写真を見ると必ずこんな、ちょっと世代じゃないからわかんない。ちょっと世代じゃなかった。おだりの配信見ると疲れが取れる。あ、嬉しい。麦わらの帽子の意味が揺れたマリヒコールドに似てる。あれは空がまだ青いあのほど懐かしいの。11時だ。じゃあ皆さん、本日の配信終わりたいと思います。見てくれてありがとうございました。ではでは、ランキング読みたいと思います。いきます。13位ひのと、12位ショタとだれしかがた、11位ゆゆゆ、10位ていてい、9位中堅、8位直樹、7位とっさんアットおだし、6位まーアットおだし、5位じゃんアットぐんまにやおだし、4位みやちゃん、3位まかしやっとおだし、2位くるりん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございました。皆さん、いい夢見てください。おやすみ。